JNW をご覧の皆様、パーソナリティの直之助です。横浜で開催されたアフリカ開発会議での安倍総理の警告発信がアフリカで大変話題となっています。アフリカ開発をテーマとした国際会議、アフリカ開発会議、日本が主導し、国連やアフリカ連合委員会などと共同で開発しています。8月28日から30日の日程で横浜で第7回目が開催され、アフリカの国家元首首脳級が一堂に会しました。安倍総理は29日、18人の首脳とリレー式に会談を行う前に、民間企業なども集めた全体会合で演説をしているのですが、その際、中国による債務の罠を念頭に、アフリカ各国が借金漬けになれば民間企業の進出を妨げると懸念を示し、財政の健全性を高める専門研修を30カ国で行うとともに、透明性の高い融資を推し進める考えを発表しています。この安倍総理の発言をアフリカの多くのメディアが報道。中国の新たな植民地主義に飲み込まれようとしているアフリカに対する誠実で率直な警告だとして、現地で大反響を呼んでいます。寄せられた反応をご紹介します。海外の反応。耳を傾ける人はいないだろうな。なぜならアフリカにはリーダーはいないから。日本はアフリカにとってものすごく重要な友人だ。日本がもっとアフリカに関与してくれれば、アフリカは飛び立つことができるんだけどね。この警告は誰かが発しなくてはいけなかったもの。そして安倍首相はこれ以上ないくらい素晴らしいタイミングでアフリカのリーダーたちに伝えてくれたんだ。安倍さん、絶対に目を背けてはいけない真実をアフリカの首脳たちに直接伝えてくれてありがとう。非アフリカ国家のリーダーによるアドバイスの中で、これは最も価値のあるものだと私は思う。誠実な、そして完全に善意からの警告だから、アフリカの首脳たちは真剣にこの警告の意味を考えてほしい。フランスも中国と同じ、そして日本はフランスの1000倍くらいアフリカのことをちゃんと考えてくれている。とても誠実で、大統領にとっては間接的な警告だね。世界は中国に嫉妬してる国ばっかだな。彼らは嫉妬してるわけじゃない。中国が台頭することの危険性を理解してるんだよ。中国は世界中の資源や港を独占しようとしてる。スリランカやケニアにまで港を持ってるんだぞ。俺は安倍首相の率直さが大好きだ。日本は他のどこの国よりもアフリカの発展に尽くしてくれた。しかもアフリカと関わり合いを持つようになったのは他の先進国よりも遅かったのにもかかわらずだ。素晴らしいアドバイスだね。日本と中国の現在の関係性を考慮してもなお、この警告は輝きを放っていると言える。アフリカには中国からの投資が必要なんだ。アフリカの発展を妨害する行為はやめてくれ。アフリカは常に誰かから何かを必要としてるね。まるで子供みたいじゃないか。アフリカ人は自分たちで責任を取ることを覚えないと、助けてくださいでは何も解決しない。トヨタ、日産、マツダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ソニー、パイオニア、JVC、ニンテンドー、サンヨー、ケンウッド、ティアック、パナソニック、その他多数。日本もこっちで金儲けをしてたじゃないか。なんて無知なコメントだ。日本企業は現地に工場を作って雇用を生んでるんだよ。しかも誰も日本製を買えなんて強制してないわけで、一方の中国は中国人を使ってインフラを整備してる。しかも国ごと借金漬けにしてるんだぞ。もう限界だと知っていながらだ。全ての人が耳を傾けるべき賢明なアドバイスね。日本のアプローチは中国とは真逆、正真正銘の支援であり、そしてそのプロセスは透明だ。きっと光が邪悪な闇を払うことになるだろう。アフリカの首脳たちの無能さを思うと恥ずかしくなるよ。日本は国土の小さな島国だけど、そういう国にアフリカ全土が助けられてるという現実もやっぱり恥ずかしく思わなくちゃいけないと思う。日本よ、警告ありがとう。だけどアフリカは何としても発展しなきゃいけないんだ。今の状況は恐ろしい。国のトップたちは安倍首相の言葉に耳を傾けてほしい。安倍さん、もっと早く登場してほしかったよ。
日本だって結局はアメリカやイギリスのような植民地主義者と何ら変わらないじゃないか。アフリカの首脳たちに警告してくれてありがとう。彼らはただただ国を売ってるというのが現状なんだ。実際にはガボンの発展を妨害してるのはフランスなんだけどね。この国の通貨は彼らが握ってるから。日本は中国よりもはるかに信用できる国。中国による投資の危険性を警告してくれてありがとう。長期的な視点に立ったすごく意義深い警告だよね。日本は美しく世界で最も豊かな国の一つ。どうかこれからも責任感のある世界から尊敬される国であり続けてほしい。すべてのアフリカのリーダーたちよ、安倍首相の警告に真剣に耳を傾けてくれ。俺の国を筆頭にアフリカの多くの国はもう手遅れだ。真実の言葉だよな。だけど政治家たちは無能だから自力でお金を生む方法が思いつかないんだよ。安倍首相は特にナイジェリアに向けて発信したのでは？中央政府も地方政府も中国のせいで借金漬けだ。お金が必要なアフリカのリーダーたちは耳を貸さないだろう。そして中国はこれまで通り侵略を続けるさ。南アフリカももう終わってる。俺たちのお金は全部政治家たちの懐の中だし、アフリカは日本からあまり輸入しなくなってしまった。悲しいかな、品質はアフリカ人の優先事項じゃないんだ。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。それでは次回の海外の反応をお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。